おはよう。おはよう。何してんの？なんで突っ立ってんの？今日は撮影しようと思って。逆になんでそんな格好なの今？ワンライフ今日はですね、千葉県に入りまして、うん、そしたらお友達のワンダフルデイズさんっていうね、チャンネルの方々が今キャンプ場を開拓してるということで、寄ってみたら、奴隷のように働かされております。ブラック企業でございます。そんでですね、ここ何日か住み込みですよね。ここに車中泊しながら手伝ってるけども、今日はねさすがにそろそろ撮影しなきゃいけないということで、工事現場の音うるさいけども、今日はさすがに撮影しようと思うことで撮影しようということで、はい、思って、神々、頭起こせてたの自分やろ。起こせよ。今日はね、北海道で前回すごい人気だったファッションショー、車に生活するギャルのファッションショーですね。ファッション事情、前回お前が選んだけど、今回俺が選んできたから着替えて、お前の好きそうなやつを。寒くね。今日ね、見てこの天気、冬みたいに寒い。クソ寒いんだよ。これは何服ですか？夏服ですか？春夏かな。あ、ちょっと着替えてみよう。例のごとく順番は何でもいいの？うん、じゃあ行きます。はい、はい、先ほどもね言ったようにね、ワンダフルガーデンの手伝いを小娘とルイパチがしておりまして、やってますけど、まあちょうど1年ぐらい経つんかな、1年も経たないぐらいか、以来のファッションショーなんで、みんな楽しみにしててください。それでは待ちます。バンライフ今日。はい。おお。え？いいやん。髪の毛ちょっと後ろにかき上げて、そう。おお、いいね。フロントもいいし、え？そう、寒いのやめてっつって。寒いんで、あったかそうな長袖長ズボンを履いてみたら、穴だらけなんですよ。一周してください。これは現代風キャッツアイです。テーマバイク乗ってそう、またがって、おうよー、うーん、うーん、うーん、いいよー。これはね、俺はねやっぱね、こういう好きなんだよね、つなぎみたいなのが。何点？自分的には10点満点。そうだよ。6点。え、なんでそんな低いの？俺9点。皆さんはいかがでしょうか？そうね、ちょっと最初に話し忘れたけど、視聴者さんも一緒になってね。そうだよ、点数をつけてください、俺9点ね。いいですか？はい、2着目。いけるこれ。トーンアップ。え？見えない、暗くて。いけるよ。服じゃねえべなこれ。何これ？服じゃねえだ。これ何？これ、いけるいける。見えとるかな？え？ちなみに後ろモザイク？あ、ダメや。いや、これは。うん。一回追加してくる。うん。だからダメだってそれ。
はい。危ねえな。あ、そうだよ。それでしょ。そのスカートは自前の？ザラです。うん。いいやん。こういう感じで来ますね。うん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 。いいと思う。で、ここが空いてるので。うん。ボタンで。うん。トイレも楽ちん。うんうんうん。夏とかいいね。そのはみ肉が。何点？6点。え、なんか今日評価低くね今回。俺8。視聴者の皆さんはどんな感じでしょうか。背中は背中背中。うん？プラグスーツ。ああ、そこした閉じんのね。はいはい。プラグスーツみたいでいいじゃん。俺は 8.5 かな、やっぱり。やっぱり。うん、8.5。とってもいいと思います。はい。じゃあ3着目いく？はい。はい。ちょっとね、俺もね、何を買ったかあんま覚えてなくてですね。1ヶ月ぐらい前に届いたんだけど、ずっとタイミングがなく入れっぱなしだったんですよね、クローゼットに。じゃあ3着目待ちたいと思います。バンライフ教3着目いきます。はーい。逆光で見づらいんだよね。あれ、上だけ？ポップスですね、ここから。おお、それ可愛いんじゃないの？ちょっとでかくてですね。うん。油断したらポロリしますね。何も入ってないの？ブラジャー。わあ。後ろ向いて。まあなんか無難だけど、ちょっと袖長いそういうやつ。はい。うん。可愛いんじゃないですか？これはなんかでもお前がこういうの欲しいって言って選んだやつよね。うん、ちょっとでかかったサイズ。うん、うん、何点？7点。うん、俺は 6.5 ぐらい。ポーズ取ってないわ。はい、じゃあ次サクサク。まだたくさんあった？皆さんはいくつでしょうか。はい。これは俺好きよ。好きそうだ。うん。可愛いやん。ほぼ肌見えてるけど大丈夫。全然大丈夫。ちょっと緩いんかベルトが。ってさ、うん、海外向けじゃん。うん、ここがボンキュッポンの人がね。うん、後ろ向いて。うん、でも全然いいと思うよ。もうちょっと上にズボン上げてみ。上がんない？それ以上。うん、はいはい。まあ上はシンプルにタートルネックで、うん、まあ、薄手なのでね、うん、春は全然着れると。でショート丈でね。で、なんで回しやすい、うん、で、下は完全にルイちゃんの好みと、うん、スニーカーと合うんじゃないの。まあ、2杯でもいいと思う。うん、ポーズ取って。いや、ちゃんと黒のガラスと被るから、右来て、こっち、右。はいはいはい、いいんじゃない。俺これ何点？7.5。うーん、9かな。これ2杯と合わせてみる一回。はい、
いいんじゃない、もうちょっとこっち近寄って、うん、その辺その辺、いいよいいよ。え、これは結構好きな人多いと思うよ、男。ニーハイも合うね、かっこいいよ。これもバイク乗ってる感じで似合うんじゃない。バン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 、うん。なんか今日キレがないね、ボケに。あんたのせいやね。なんで？はい、次何着目これ。 4、 4、7、 7.5? 8.5? 君 7、 7、 俺は 8.5。 皆さんはいかがでしょうか。黒似合うね、やっぱ黒ばっかりじゃね。バンライフ今日中華って感じやね。あのチュンリーの百列キックやってみて。あた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 。来やすいよとても。うん、ちょっと歩いてみて、あのウォークやってみてよ、モデルウォーク。それスニーカーでいいの？うん、回転が本気出してない。いいじゃない？それもとってもいいと思うけど、まあこれは楽に着れるからいいかなと思って。なんて？8点。そうね、俺も8かな。視聴者の皆さんはどうでしょうか。ちょっとこう手を上げてこうこうやってスリット入ってんだね、横にね。いや、うん、私の身長だと、うん、なんかこのぐらいのが多いのよ、うんうん、着てるワンピース、うん、この丈が欲しかったんで、うんうん、いいね、身長高いからね。いいよ。はい、じゃあ視聴者さんはいかがでしょうか。はい、これ5着でね。はい、次いきます。はい、なかなか可愛いんじゃないのね、さっきのも。まあやっぱりね、小娘はね黒が似合うと僕も思ってるので、黒ベースになっちゃうんだけど、ショーパン系ばっかり履くけどスカートの長いのもいいと思いますよね。はい、じゃあ次待ちたいと思います。おう、6着目いきます。はい、あら、はい、はい、あれ上のキャミソールはあのバンライフ教専用の小娘キャミソールじゃないですか。これはついてたけど、うん、これ、うん、はいはいはい、まあ私はこうやって合わせてほしくて、うんうんうん、これを買ってるのにだ。うん、ちょっとまあ、デザインしてるのはさ、うん、ショートパンツと、うん、あとレギンス、うん、だけど足出したくない人いるじゃない、うん、ちょっとお太り方とか、いやシルエット的にあの、うん、ダボっとしたのが好きな人、うん、まあ、今こういうスタイル結構あの韓国のをね着てて、こういうのもいいんじゃないと思う。ちょっと昔のカラっぽい、カラ、うん、これ早く売り出してネットで皆さん欲しいって言ってるから、着てみたいな、着たらいいなと思って。うん、どうでしょうか。空っぽい、ララ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 ラ。違う、どう、いいやん、どう、履きやすそうね、シャカパンやね。うん、だけど俺的には
なんか俺のスノーボードのウェアみたいだから7点。え、このスタイル可愛いと思うけど。いや、可愛いよ。可愛いけど、好みだから。私、9点。高いやん。視聴者の皆さんはどう思うかだけどね。あ、まあそう脱いでたら、上脱いでたらありかもしれない。落ちます。じゃあちょっと一コマ向こう、あのウォーク、その服にあったウォークして。そういうさ、冷めた笑顔やめてくれ。はい、じゃあ次行きましょう。視聴者さんの皆さんはいかがでしょうか。あと2着ぐらい。はい。まあちょっとダンサーっぽいというかね、カジュアルすぎてね。まあコンビニとか行くぐらいだったらいいんだけど、まあでも好みかな。まあ、皆さんの意見もね、ぜひコメントで教えてください。バン、ライフ教。私をダンサーにでもさせたいの？好き好き好きだわ。ちょっとケツをプリッと出して、こっちに持ち上げ、そうそう、はい、そのままからダンス。ララ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 ラ、いいやん。ダメ？ステージ衣装やん。え、それでイオンとか行こうよ。いいやん、全然いいよ。ヒーロー戦隊っぽいもん。ヒーロー戦隊、シャキーン、シャキーンってやつ。うん、かわいいと思う俺は。上はね、相変わらずあの番強のキャミとレディース用のパーカーですけど、え、俺はかわいいと思いますよ。大丈夫、俺一般人が来てる。全然大丈夫でしょ。ちょっとじゃあ、はい、普通にウォークしてください。それはやっぱ後ろ向いてちょっとケツを出して、あの中腰の、そう、もっともっと、それがいいね。そのバチコイバチコイ。バチコイ、いいと思います。じゃあこれは 7.5 9です。視聴者さんはどうでしょうか。いや、それ2杯と合うね。いや、あの動画的にもさ、肌出しすぎちゃうとさ。そうだね、ダメだから、うん、いや2杯じゃないとこれはおかしいで、バランスがね。はい、いいよ、後ろ姿可愛いもん。表がちょっとハイレグすぎるけどね。うん、そんぐらいだったらいいんじゃない。やがましい。はい、ラストで、ラスト、はい、プルンプルン言ってる。やっぱショーパン似合うんだよな、足長いんだよね。まあアンチコメントはいらないのでね、即ブロしますからね。アンチコメントは僕が良ければいいんです。ラスト行きます。はい、選んでちゃった。見つめてやる。見つめてちゃった。これは、これは何スーツっていうの。ジャンプスーツ。ジャンプスーツいいね。キルビルみたい。でんでんでん、違うやろそれ。それスピードスケーターやね。デン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 、キックキックパンチパンチ、デンデンデン、
いいんじゃない。うん、それでもなんかブーツとかのがいいんかな。白のスニーカーちょっと浮くな。うん、これどうなの逆に。裏起毛なの。え、あったかいじゃん。じゃあ、あったかいの。あ、本当よ。見てこんて、うん、あのもしくは忍者みたいなね、洋風忍者みたいな。これは何回かもう動画で着てるんですよ実はね。うん、ちょっと気に入ってね。そう、はい。冬はねこの下にヒートテック履いて、うん、この下にヒートテックを着て、うん、さらに、うん、暖かいよ。うんうん。じゃあウォーキングお願いします。お前の顔映してやってよマジムカつく。これは、うん、ポンポンあげてですね。あ、そのままや。ちょっと待って、そういうのやめていけない、映るから事故で。いい感じで。ああ、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 開けなくてもいいですね。うんうんうん。これラスト。まあこれはね、王道でね、いつでも普段でも着れるってことで、まあ 8.5。 8。 はい。じゃあ視聴者さんはどうでしょうか。で今回ね、全部で8点。はい、1、2、3、4、5、6、7、8と作りましたけども、どれが一番良かった？これか、うん、ワンパン。あ、これは全部良かったよ。それはそうです。まあこれ、うん、そうだね。まあやっぱり俺が選ぶよりあなたが選んだ方がいいのかな。でもじゃあ今日は早速それで現場手伝おうか。まだ向こうでやってるから。これ、うん、これで、うん、いけるやろ。インパクト止めて、うん、ここって、うん、汚れちゃうじゃん。はい、じゃあ示して最後に。はい、ということで、うん、今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございます。はい、ファッションショーね、好評だったのでやってみましたけど、うん、まあ、また真夏バージョンもねやれたらいいかなと思うんだけど、どう？うん、なんか黒が多いね。真夏はやっぱりネオンカラーとかさ、うん、着ていきたいなと思いますけれども、うんうんうん、まあ、あとさ、うん、彼氏がちょっと最近なんか私秋田っぽいなみたいに思っている女性、うんうん、で彼氏側、うん、なんか最近彼女同じ格好してんなみたいに、うん、飽きたな、うん、やつはプレゼントして着てみたらいいよ、うん、別に家の中でさコスプレみたいな感じでさ、うん、いつも花柄のワンピース着てる子が、うん、こういう格好着たらドキッとしちゃうかもしれないでしょ。するね、うんうん、はい、この下着の透け感とかもまたちょっとセクシーでいいよね、うん、どうだ、この素材が以前で本気で叩くらよ、ムカつく。本気で叩きたくなる、はい、ケツしてんで。今回もね楽しんでいただけたでしょうか。ぜひコメント欄に何点何点何点とかって言って、うん、コメントしてくれると嬉しいです。うん、もしくは、一番おすすめとかね、この視聴者さんの。そしてアンチコメはいりませんと。はい、はい、それでは、はい、また次回の動画でお会いしましょう。はい、バイバイ、はい。なんでなんで、ね、なんで見てくんの。消えるやつやもん。追いつくじゃねえよ。今日の現場は何ですか。お疲れ様です。お疲れ様です。ブラック企業ですもんここ。今日はあのこの格好で大丈夫ですか、撮影してたんで。大丈夫ですか。大丈夫ですか。とっても寒いですね、うん、これが一番過激じゃない服なんだけど。でも
どうしよう、職人さんたち仕事にならない。あ釘付け。じゃあ着替えましょう。投げて、はい、終わり、バイバーイ。